その1ピリと2ピリ前半にその相手の流れに持ってかれてしまって、1ピリでまあ40点っていう相手に取られてしまって、自分たちが10点台に収まってしまって、自分たちのバスケットができてなくて相手の流れに持ってかれてしまったんですけど、まあそのハーフタイムに先生が言ってくれたように我慢することによって、まあ後半はうまく戦えたんじゃないかなって思いますけど、やっぱり最後甘さが出たんじゃないかなって思います。去年はその先輩方がとても引っ張ってくれて任せるばっかりだったんですけど、まあ、今年はその先輩方がいなくなったことによって自分たちがその引っ張らなきゃいけないっていう気持ちになって、先生にもお前がやらなきゃいけないって言われたんです。で、まあ、それを背負ってこの1年間練習してきてウィンターカップに挑みました。まあそうですね、自分たちが追いかけるっていう形になっていたんで結構自分たちの流れになってたんですけど、みんなどこかで甘さが出ていたっていうか、その気の緩みによってその一本一本惜しい場面とかそのボールが取られてしまう部分があったんで、まあ、そういう部分がダメだったっていうか、チームとして良くない状況だったと思います。まあとても力になるし、その両親にはその今年まあ京都に東山高校を連れてきてもらったんでいろいろ迷惑かけてるし、今回の大会まあ絶対まあ恩を返すっていうか頑張ろうって思ってたんですけど、まあ最後決めきれなかった自分もいましたし、まあその部分でまあ申し訳ないっていうかやりきれなかった気持ちです。まあ、悔しいっていうのが一言なんですけど、まあ、あの前半のビハインドからよくあの後半我慢して追いついたっていう部分は評価してあげたいなと思いますけど、やっぱりここで負けるつもりはなかったので、やっぱりもう少し彼らと一緒にバスケットをしたかったっていうのが正直な感想です。はい、すごく、ね、プレッシャーに悩まされた1年だったんですけど、まあ、それを背負いながら3年生よく頑張ってくれたと思いますし、まあ、その中でもやっぱりもっとできたんじゃないかなっていう部分は彼らも感じていると思いますので、まあここでできなかったことをまた次のステージで頑張ってほしいという部分と、あと 1,2 年生はこの思いをしっかり背負ってもう一度東山らしいチームを作ってこの舞台に帰ってきたいなというふうには思います。はい、もうそこが全てだったんですけど、やはり今年のチームの悪さというか出足の悪さというのは非常に課題だったので、まあ、その部分ではやっぱり、後半ねあれだけのバスケットができるということはやっぱり最初からあのエナジーを持ってバスケットをしなきゃいけないという部分としては、まあ、これはコーチの責任だと思いますし、まあ、そこはちょっと悔やまれますけども、ね、あそこでもう少しできたというよりも、まあ、たらればですけど、もう少し頑張らせることができたらなという思いが強いですね。はい、まあ、とりあえず集中力を切らさないことと、まあ、やっぱりうちはディフェンスのチームじゃないのでオフェンスリズムを取らなきゃいけないからスコアを必ず取りに行きなさいということは徹底してたところなんですけど、まあ、逆に3ピリの頭がうまく入りすぎちゃったんでちょっと後半失速したなっていう部分は感じましたね。はい、そうですね、もう一度ここに帰ってきて、去年もそうだったんですけども、やっぱりウィンターカップはやっぱ素晴らしい場所ですし、子どもたちの輝く姿というかやっぱそれはやっぱりすごく感じましたので、もう一回ここに帰ってきて今度はやっぱリベンジしたい思いが強いです。はい。